いうことですね。は、最近何か悪口ってありますか？悪口最近は言ってないね。そうですよね、なかなか言う機会もないですよね。悪口は言おうとは思わないし、年取ってくるとそれは関係ないと思っちゃうんだよね。あー、なるほど。自分が立ち入るべきとこでもないし、あんまり腹も立たない、それはそれでいいというふうに思うんですよね。何か腹が立ったりするときっていうか、自分がやっぱその中で介入してて、うん、で自分に何か影響があるときですもんね。そうそうそう、影響があるとき関係ないって思っちゃえば、関係ないと悪口も言わなくなる、言わなるんだね、うん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 、ただあのテレビ見てて本当にやっぱり尺に触ることはいっぱいありますね。あ、そうですか、うん、言葉遣いのね、あの言葉遣い、それとか ニュースで、うん、東海道新幹線は豊橋のとこで架線に竹が落っこってきて今停電で止まっておりますかなんか言って、うんうんうん、名古屋の駅から中継でなんとかさんお願いしますって、うんうん、はい、こちらなんとか名古屋です、東海道新幹線先ほど10時何分から止まっておりまして、乗客の方に聞きましたら急いで東京に行かなきゃいけないのに本当に困ってるとこういう人もいましたっていうの、うんうん、当たり前じゃないですかそうですね、そんな人いっぱいいるんだからさ、ね、いっぱいいますよね、いっぱいいるんだからさ、だったらそう言ってるなら100名ぐらい聞いて全部それ言え一つを取り上げるんだったら、取り上げたらと全部取り上げて全部総意だとそう10分ぐらいやれって全部そうですねじゃあもうむしろ取り上げない方がいいのに、取り上げない方がいいのに、そもそも思ってるんだからっていう、言葉もそうだね、あれやっぱ言葉も変わってっから、そうですよね、うん、なんとかだったりとかだったりご飯とか食べてとかっていうと、とかっていうことは他もあるっていうことだろう、うんうんうん、一応それ関連させるようなこと、家とかご飯とか食べる、意外に他は何を食べてんだご飯とか何とかとかっていう、そういうことですよね、うん、に なりますなりますっていうのがあれが嫌、あ、うん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 、なりますっていうのはウェイターさんとか持ってくる、 ありますね、今日はこちらのメニューになります。なります。うん、こちら、あの、カツ丼になります。カツ丼になってる。こうなってんだよ。なったものが運ばれてきている。運ばれてきてる。で、カツ丼になりますと言うんだったら、ここに油と、それから豚肉と、パン粉、卵、衣、そしてご飯があって、それでこちら、カツ丼になりますと、おお、ほんと？ってこう上げてでこう来て、そうですね、カツ丼になります、おなったなったな、おいわカツ丼だった、カツ丼だそれが本当のなります、それが本当になりますこれは言うんだよね、なんとかになりますっていうのが気になって、うん、なります、あります、あ、やっぱり俺怒ってるわ曲いこうか、はい、ずっとかけまくってた。